カウパパです。実はですね、いつもやってる野宿ポイントがあるんですが、そこがですね、立ち入り禁止になっちゃいましてね。まあ別に僕が悪いんですけど、まあそんなところでやろうとしてるんで、ちょっとね、なんかね、道路を作る関係で立ち入り禁止になっちゃいましてね、ちょっと、川沿いのですね、ブッシュの中を、まあ、車でですね、まあ、探検みたいのしてたらですね、ちょっとこんなすごい広い空き地がありました。何に使うんだかね、よくわかんないんですけど、ちょうどですね、大きさはですね、そうだな、サッカー場がですね、まあ、丸々1個入っちゃうぐらいの大きさですね。とにかくですね、まあ、他にやるとこない感じがするんで、まあ、ここで、ちょっとテントを張ってですね、野宿をしたいなというふうに思います。それでは。時間がですね、3時、まあ、もうすぐ4時ですね。川の向こうにですね、夕日が落ちようとしてます。この辺まで山あいなんで、まあ、4時半ぐらいになっちゃうとね、ものすごく暗くなっちゃいます。こんな感じでですね、いつものですね、コールマンのーツーリングドーム ST ですね。まあ、これが一番使いやすいし、まあ、キャノピーも立つので、今回もですね、こちらを使用してます。一応ですね、まあ、野宿って場合は、前回もそうなんですけど、まあ、思い立ったかっていう感じで出てっちゃうんで、とりあえず手元にあったやつだけをですね、まあ、こんな風に、まあ、持ってきました。まあ、本当にですね、まあ、僕はこうやって見るとステンレスが好きなんですね、やっぱり。あとはですね、まあ、皿とかですね。まあ、クッカー関係とかですね。あとはこれがランタンですね。ジェントスのランタンが2つ。まあ、こんだけあれば大丈夫でしょう。まあ、こんな感じでですね、野宿をやっていきたいというふうに思います。いやー、すーげー腹減った。今日はね、とにかくまあ午前中忙しかったんですよ。でいつもね、午前中出かけて野宿の場合はね、で昼野宿ポイントで食ってから、2、3時間昼寝をして、で夕飯とでいうような、まあ、野宿の流れがあったんですが、まあ、今日はね、ちょっと午前中急遽お医者さんに行くことになりましてね、まあ、こんなことやってる場合じゃないっちゃ場合じゃないんですけど、まあそんなあれがありましてですね、まあ結果はだいぶ良かったんで、じゃあお祝いに何かやっちゃおうかと、まあ、いうようなことで急遽ですね、野宿に来ております。まあ野宿というとですね、まあ大体まあ僕の動画見てる方はですね、見ていただいてる方は、まあ大体、ああまた刺身かと、まあいうような、まあ、話が出ると思うんですが、また刺身でございます。一応ですね、まあ、今回は、大分県産のブリ刺しですね。なんかすごいですね、脂が乗ってる感じがするんで、ちょっと楽しみです。ただ時間がもう4時なんだよね、まあ、4時過ぎてるんで、まあ早い晩酌ですね、ちょっとやっちゃおうと思います。一応ですね、まあ、刺身なんでこれアウトドアっぽくないんですけど、まあ、来るときスーパーで買ってきました。ただなんかこれでやるとね、なんとなく刺身食ってる感じするんですよね。まあ味わかんないと思いますけど、気持ちの問題ですね。こんな感じですかね。わさび。これね、結構ね、川沿いなんで虫がね、さっきからすごい映ってないかもしんないけど、すーげえ虫。カトリー持ってこなかったんだよな。ああ、やろっちくしょう。
じゃあですね、ちょっと乾杯遅くなっちゃったんですけど、無事ですね、明日の朝迎えられるように、まあそれを記念して乾杯したいと思います。乾杯。どれ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 、いただきやす。うん、やっぱり野宿のね、野宿地に到着してねまあ僕の場合は野宿に関わらずキャンプでも何でもカムママさんと一緒の時も全部そうなんですけど、とりあえず着いたら刺身で一杯とっていうのがですね、まあ歌舞伎の掟になってましてですね、まあ今回もですね、だいたい刺身はですね400円以下ですね、300円以下っていう場合もありますけど、まあ、とにかくそのスーパーで一番激安のですね、刺身をですね、すいませんちょっと失礼します。そのスーパーでですね一番激安のですね、スーパーを買うと、あ、スーパーじゃない刺身を買うと、まあいうようながですね、うちの定番でございます。うめえな。このねキャンプ来て、あ、野宿に来て最初の一杯ね、これ飲んだ瞬間ね、うわ来てよかったなと思うんですよね。まあ、結構ね野宿ってね気使うんですよ。誰が現れるか分かんないしね、前もあったんですけど、まあ、土地の管理者が現れてですね、おめえ何やってんだって、まあ、それは当たり前ですよね、こっちが悪いんで。まあ、ここも正直言うとですね、誰の土地か分かんないですけど、まあご迷惑かけないようにですね、まあ、本当にゴミも落とさないように、まあ、綺麗にしてですね、まあ、来た時よりも綺麗にしてね、まあ、そんな感じで帰りたいと思いますんで、まあ、どうかお目こぼしをお願いしたいと、まあ、いうようなことでございます。カメラに映るかな、ハマチのねこの油の乗り、醤油にねパーってこう油がですねこう散るわけですよ。でちょっと食べてみますね。なんかね僕あんま魚のことはよくわかんないんですけど、ハマチとかブリっていうのは寒い時の方が美味しいじゃないですか。まあねこれ最後の一切れつまももったいないから食っちゃいます。どれどれ、ごちそうさまでした。今日ねだいぶスーパーで何を作ろうっていうのは一切ないんですよね。僕の場合料理なんかは全くできないんで、まあ、大体何かこう温めればいいとかですね、まあ一つ手を加えれば何とか食えるようなものしか買ってきてないんですが、今日ちょっとね食いたいなと思ったのがあったんで今出します。これですね、フレンチフライドポテト、これは冷凍食品でマイナス18度以下で保存してくださいって書いてあるんですけど、思わず買い物カゴに入ってたんですがどうやって食おうかなと、まあ、せっかく買ったんでもったいないんで、
ね、オーブントースターなんて持ってねえし、揚げるんか。フライパンの場合は多めの油をフライパンに入れ、凍ったままのフレンチフライポテトを好みの色に揚げ焼きしてくださいと、まあいうようなことでございます。今日ちょっと寒い、まあ今日っていうか、まあ多分ね一番寒いのは今夜だと思いますけど、まあレギュレーター付きでですね、じゃないと火力弱いかなっていうんで、これ310ですね、外の310、これを持ってきやした。